皆さんおはようございます。うんちゃんおはようございます。ご覧になって分かる通り、本日はコストコに行ってまいりました。ということで12月のコストコ購入品でございます。もう年末ですね。もういつの間にか年末になってしまいまして今年最後のコストコになるかなと思います。今回は約3万円分爆買いしてきたので購入品紹介をしていきたいと思います。まあ、このタイミングに合わせて今結構冷凍庫が空いてます。なのでちょっと冷凍できるお肉とかをね買ってきたので、まあ、紹介してストップまで動画にしていこうと思います。冷凍はこちらチキンナゲット 1kg です。899円です。こちらもリピ買いで動画でも何回か紹介させてもらってる商品です。ナゲット自体に少し味がついてるのでもうこのまま美味しく食べれるよっていうナゲット。ねえねがすごく好きで、まあ、子供たちはみんなナゲット好きなので買ってきました。もう冬休みになったらずっといるのでまた冬お昼とかにねやっていきたいなと思います。はい、続いてがこちら冷凍の生餃子です。餃子計画っていうところの餃子で今日試食やってていただいたんだけどとっても美味しかったです。味はなんかこう言っちゃめちゃくちゃよく聞こえないのかもしれないけど味の素の餃子に近い感じなんだけどなんかジューシーでとっても美味しかった。野菜がシャキシャキしててじゃあ味の素でいいじゃんって思うかもしれないんだけどこれのねいいなと思ったのは個数がすごくたくさん入ってるの。50個も入ってます。50個入りということで何回かできそうだなと思って買ってみました。こちらお値段が50個入りで848円です。冷凍がこれで最後になります。こちらも何回も登場してる商品でモッツァレラスティックで2188円、 1.2kg 入っております。チーズスティックは何個か試したけど子供たちに一番人気だったのがこれ。ねえねがすごく好きで、で今はケイシンが一番好きこれ行くたびに買ってます。私はあんまり食べないんだけどまあ美味しいって言ってる、美味しいんだと思う。まあ、癖がない感じのチーズスティックです。冷蔵商品いきましょうか。今回ねちょっとお肉があんまり、ね、いいものがなくって本当はね3、4パック買いたかったんだけどといいものに出会えず、もしかしたらワンチャンもう一回行くかもしれない。来年のために行くかな、行くか行数にするかちょっと悩んでおります。豚バラのしゃぶしゃぶ肉です。こんな感じです。 100g あたり148円、こちらに 1655g 入ってます。お値段が税込みで2449円です。どうでしょう、まあいつもぐらいの価格帯かなと思うんですけど、まあ豚はね、まあ、いつもの豚肉っていう感じで買いましたが、なんかねもうちょっと欲しかったな、いろんなの。まあしょうがない、コストコはその時出会えたものがラッキーって感じだからね。こちらもいつも通りちょっとストックしていこうかなと思います。こっちは牛肉です。 US チョイスビーフバラ薄切りです。 100g あたりが238円で、こうやって 1684g 入ってて税込み4008円です。こんな感じでこちらもいつもの牛肉。今日はひなぎさんが喘息で早退です。元気は元気なんだけどやっぱ寝てる時にねどうしても咳が出ちゃうので、はい、こんな感じで。続いてタコとホタテのジンジャーマリネ、美味しそうでしょ。タコとホタテが入ってるマリネ、キュウリも入ってますね、あとネギ。これも食べたことあってちょっとピリ辛な感じです。ジンジャーも結構効いてる。 411g で税込み1389円です。これはダダが好きです。お酒のおつまみにちょうどいいですぜひ、はい、でねちょっと今日やばいんだけど今日詰めてもらったんだけど全然中どういう風にしまったか見てなくて、車の中でさこんなになっちゃったやばいよねまあ後でずらすとして、こちらの寿司ファミリー盛り48貫、こんな感じで。前回そのお母さんにいただいたやつ、今日ニーニーがコストコ行くって言ったらちょっと期待した感じだったので買ってきました。マグロ、イカ、ブリ、蒸しエビ、サーモン、タコ、ホタテ、ネギトロ、卵焼きが入ってます。でこちらのお値段が3580円です。結構ね一貫一貫が大きくて食べ応えがあります。結構ニーニーでも苦しくなるぐらいボリューミー。親戚と集まる時とかめっちゃいいと思う。まあ今お寿司屋さんでもたくさんありますからね、
でもコストコのお寿司美味しいです。サーモン推し。サーモンプリプリしてて美味しい。サーモンで言うと今日あの大きいサーモンは買いませんでした。ちょっとお高くてやめてしまいました。まあ、またの機会にサーモンはリベンジします。まあ、あると使っちゃうからさ、まあ、今回なくてもいいかなとも思うね。で冷蔵がこんな感じなので残り他その他ちょっと大きいものが多いんですけども、まずこちらのラグジュアリーミニクロワッサン、こちら20個入りで958円。これも子供たちは好きで朝ごはんに食べたりおやつに食べたり。こんなのね、ほんと1日2日で消えます。今日ケイシンに何欲しいか聞いたらクロワッサンって言ってたので買ってきました。こちらお餅、有機栽培米、八重べの幻の餅、山形さん。こんな感じ。こちらは、何個入って、1キロ入ってますね。1個はこんな感じ、小さめかな、他のに比べたら。で十字に切れ込みが入ってますので焼けやすいかなと思います。1498円が私は300円引きでした。こちらもお正月ということで、お正月うちに餅モンスターがおります。こんなの本当お正月冬休みで終わってしまう量ですよ本当にご飯食べた後に3つとか平気で食べるから。ニーニーはね、ケイシンとひなみはちょっと食べるかなぐらいで、まあいろいろアレンジしてやろうかなと思います。続いてお菓子です。こちらアポロの箱 675g、 食べきりパックが45袋入ってるんだって。そう、なんか親戚の子供とか近所の子とか会う時に、もう冬休みになるのでお菓子配りおばさんどれしようかなと思っていいのがあったのでこれにしました。あ、ほんとさっきの餅ぐらいアポロ美味しいよね。私アポロ大好きだわ。1268円です。はい、続きましてこちら乾燥青さ、伊勢志摩さんだそうです。使い切りやすい個包装50袋入り。個包装って何かと便利だから、最近コストコで個包装系見つけると買っちゃうんだけど、お、こういう感じだ。なんかふりかけみたいな、めっちゃ使いやすそうです。青さはまあ卵焼きに入れたりとかうどんに入れたり、うちではお味噌汁が多いけど磯辺揚げも多いですね。お正月に使えそうです。こちらは50袋で1468円です。1個忘れてた。こちら舞茸、大きいでしょ、たくさん入ってる。舞茸はダダが好きで、これは天ぷらにしようかなと思ったんだけど、こちらも冷凍して使いたい時使えるように小分けしたいなと思います。こちらで359円です。こちら大きいよね。こちら韓国味付け海苔です。8切り36枚が10袋入ってて結構大きい。大きい、大きいでしょ。これ1598円。なんか前はね、前回はヤンバンのこのエゴマ入り海苔とかオリーブ油入り海苔とかね、セットになってる海苔を買ってて、これ子供たちがすごく気に入って朝ごはんにすごい食べるから、あ、ほんとあっという間になくなっちゃうんです。で、行くたびにもう買ってて、でもこれ見当たらなくて、これしか見つからなかったからこれにした。まあ韓国海苔だから味はそんな変わんないと思うんだけど、まあ見つけた方こっち美味しいですよ、おすすめ。油っぽいんだけど美味しいです。で、海苔もう一個買ったんだけどバリバリ職人和風だし味かな、海苔です。なんか面白くない？すごいおつまみみたいなサイズなの。わかる？いただきます。うん、おいしい。ちょうどいい塩加減、新食感ウェーブ製法。え、これおいしいよ。おいしい。これ私海苔好きだからダメだわ、硬いな。硬いんだけど硬くない。買ってみて。このサイズだからお弁当の海苔弁とかめっちゃよくない？1098円です。はい、で続いてがこちらね、ちょっと持ち上げるのは数秒になります。よく見てください。はいはい、富士山の強炭酸水ラベルレスタイプのを、これもう2、3回リピ買いしてます。無糖でゼロカロリーです。こちら強炭酸が899円。
この箱に 500ml が24本入ってる普通のワンダースなんですけども、これ置いてあってもちょっと怖くて飲めないなっていう感じの炭酸水です。まあこれは基本ダダのお酒の割りですね。私もダダもお互いの知り合いとか友達って、まあ、お互い仲良くしててうちに来てくれるの、うちに来てくれて飲むこと多いから、炭酸もね常にこれ24本ぐらいはストックしてあります。はい、ということであと2つ、これ私がね今日一番嬉しかった2つです。こっちから行こうかな。いわきのボールです。キャー、今日ねこう販売に来てて、ちょうどすごく安くなってて、元値を私はちゃんと知らないんだけど 50% から 90% オフになってる商品がたくさんあって、その営業のお姉さんとねすごいフィーリングがあって買っちゃいました。まあ欲しかったよ、欲しくて買ったんだけど、5個セットで2058円です。ガラスのボール私大好きで今使ってるの、今ねこの2つを使ってるんだけど、大きさがこの2つしかないから、このちっちゃいボール欲しいなって思ってたんです。ちょうどいいボールがあって、直火はダメだけど電子レンジもオーブンも OK。 ほら一番ちっちゃいのこんなの、調味料合わせるときすごいいい感じのボールゲット。ガラスは匂いがつかないので私はガラスが好きです。重くて洗うのだるかったりするんだけど、やっぱりねこれがいい、色もつかないし。で2つ目こちら、3つ目もね何かと使えそうな大きさです。でこんな感じ、今持ってるやつよりこう広がってる感じ、深いっていうよりもこう、わかるかな、こういう感じのボールですね。で最後がこちら、でかい、結構でかい、全然使います。こんな気持ちいい5個、はい、こちらを買いました。で最後もう1個ね、こちらいわきの7個入りのタッパー、ガラスのタッパー、よくない？このサイズちょっとね見せたい、本当にね持ってない、ちょうどいい可愛いサイズ感で、もうこれがねすごい可愛いの、見て、なにこれ。開けるときはねなんかここのつまみを外しすんだけど、密封もされてると思う。ちょっと水入れてみましょうか。してます。まあ、パッキンついてないしね、水は出るけども、まあ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 、このサイズが4つ、もうかわいい、これだけで尊い。次がこのサイズ、これが2つ、私これがねめっちゃいいと思って、なかなかないでしょ。私は作り置きとか、あと袋から出して収納したいのがあったら入れようかなって考えてます。まあ、これだいたいこの2つ分ぐらいの大きさです。最後もめちゃくちゃ良くて、こちらほら、薄型のこの大きい四角、なかなかないでしょ。なんでもいいよね、こんなのも。これも全部オーブンもレンジも OK です。直火だけがダメ。7個セットで3058円です。よくない？これも超かわいい。一回洗ってから、もう何に使うのってよりもかわいい、冷蔵庫も整うしさ、いいじゃん。はい、ということで今回の購入品以上です。もうストックいっぱいしたかったからさ、意気込んでいったばりにっていう自分の中ではうんって感じなんですけども、まあまあまあ、もう一回ぐらい挑戦したいね、今年ね。新年明けてからでもいっか、収納とストックしていきます。ストック終わるまでがコストコですよ。あーマジでめんどくさい。ジンジャーマリネ、少しお母さんのところにタッパーで渡そう、渡すようで、これはタッパーに詰めるだけだけど、夜ご飯よ。キノコは冷凍して使います。あ、いい香り。薄く冷凍します。袋がなくなっちゃった。残りは近々使います。
冷凍しない、使っちゃう。すごい鍋シーズンには最高だね。舞茸終わり、お肉ですね、肝心な。今回のメニュー今回のメニューは、前回ね、プルコギとか味付け肉を何種類か作って結構やったから、今回は何でも使えるように味付けしないで保存しようかなと思ってます。もう前回1回のやつちょっと少なかったから、ちょっと今回多めにやりましょう。1回、薄めに薄めに入れていきます。場所を取らないように。ジップロック使うのもったいないんだけど、ラップでくるむか。これ確かダイソーのフリーザーバッグ、かわいくない？プレスシールさ、いいんだけどちょっとめんどくさいんだよね。すごくいいと思う、その余裕があるときなら。めんどくさいね、アイラップとかが楽だわ。これはこのままで。よし、牛肉も終わり。では最後に豚いきます。豚もほんといくらあっても使っちゃうので、コストコでストックしたての頃はホクホクでね、安心します。最近ニーニーの食べ盛りがとんでもない件について、男の子ってあんなに食べんだね。え、これどうにかならない？もうやだ、これ何？そんな丸まりたかった？君こっち。買ったお肉は当たりかも。プレスシール使ってみる？見る？プレスシールって表面がペタペタ、ちょっとシールっぽくなってて、お密封できますよっていうやつなんだけど、まあまあ慣れちゃえばね、結構使いやすいのかなとは思うんだよね。このシール同士の接着面がペタってなるから空気を逃がせるの、こうやって。なんか真空とまではいかないんだけど、こんな感じになります。いや、いいんだよ、いいんだけど、私がちょっとめんどくさがってやってない。あ、お迎えの時間です。そろそろ、これは警告音です。やばいぞお前、そろそろ迎えだぞっていうアラーム。でもね、やっぱり何回行ってもコストコは楽しいね。今はクリスマス仕様になってて、キラキラの電球がいっぱい可愛かった。欲しくなっちゃう、もうあんなさ、イルミネーション系、家を飾る系のイルミネーション欲しいと思ったんだけど。今日見たのでびっくりしたのはね、あの一人用サウナ、自宅用の売っててびっくりしたどんなのまで売ってんのと思ってさ。いつもお母さんとだから、今度たまには子供たち連れて買い放題みたいな感じで買って、ちょっと選んでもらおうかな。楽しそうじゃない？なんか何選ぶんだろう。ニーニーなんかもう簡単に想像つくけどさまあでもひなみとけんしんおもちゃコーナーから動かなそうだしな。ちょっと時間があったらそれもやります。よし、結構上手になってるな私はい、豚肉も OK です。さあ、カキカキです。豚、日付と豚肉だったら豚って書いてます。
あと大きさ変えた時は大きい小さいとか、年末だからけんちんとか豚汁作ってもいいですね。もう年末感出してるけどクリスマスもまだなんだけどさ、クリスマスメニューもどうしよう。なんだかんだもう一回行くかもな、今年最後とか。大きい牛、こんな感じです。はい、じゃあこれをしまって終わりにしたいと思います。今ね、これもらったパンケーキがたくさんあって、上はちょっと使えないんだけど、これだけ大きい牛。よし、オッケー。すいません、ちょっとお母さんの方に紛れてたものが、こちら忘れてました。豚肉肩ロースの塊、すごくない？ 100g あたり168円で、 1553g で2609円です。これ良くない？角煮とかさ、チャーシュー作るのにめっちゃいいと思って。ダダ最近チャーシュー作るのに凝ってるから、これはダダに買ってきた。私も使うけど、冷凍しとけば使いたい時使えるかなと思って買ってみました。はい、あとね、いつものごとくお母様からたくさん届いております。マッシュルーム、こちらハイローラー、プルコギ、あとなんかこれ美味しいらしい、シャインマスカットのこんにゃくゼリー。いただきます。緑じゃないんだ、すごい美味しい。これこれいいよ、お菓子コーナーにあったやつ。ガーリックシュリンプ、これも美味しいんですよ、ピリ辛ソースで。前回もいただいた冷凍のチュロスです。これね、子供たちとこの前チュロスパーティーしたんだけど、みんな美味しいって言っててすぐなくなっちゃいました。これはい、こんな感じで今回もありがとうございます。はい、ということでストックまでが終わりました。うちも商品が定番化してきてしまってリピ買いが多いんですけど、本当におすすめのもの、逆にもう一回買いたいなってものしか買ってないので、紹介した中でね、良さそうなものあったらぜひ試してみてください。皆さんのおすすめもぜひ教えてください。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。